ジャスコ式西大津時代の外観イオン西大津時代の外観イオンスタイル大津系は滋賀県大津市にあるショッピングセンターハートビル法認定建物である1984年12月にジャスコが西大津地域への出展を表明したことが当ショッピングセンター建設の発端計画を発表した当時売り場面積は 滋賀県最大になる予定で、地元の大津商店街連盟は、ジャスコの出店に対して、反対を表明し、出店の阻止を訴えていた。当初ジャスコ側は、店舗の一部をテナントとして、地元商店に貸す方針だったが、地元の西大津商店街が反対し、商店側が、主導権を持つ共存型ショッピングセンターとするため、西大津駅前商業近代化準備組合を、 設立することで合意。同組合が事業主体となり、各店舗としてジャスコが出店する形でまとまった。その後1990年には1982年よりショッピングセンター予定地として確保されていた青い不動産の所有地に同社がデベロッパーとしてビルを建て、ジャスコと地元小売業者で作る西大津駅前商業近代化準備組合が テナントとして入居する形となることが発表され、10月に西大津駅前ショッピングセンターとして計画届出がされた。しかし、本格的に出店概要が出された1990年以降、具体的な計画が出ないとともに、準備組合が事実上休眠状態の様相だった。ため、バブル崩壊の影響で出店が白紙になったのではと懸念する声が報道が出された。 当初の計画でジャスコ側は1986年に開店する予定としていたが、その後1988年、1991年10月、1995年10月と変更が重ねられ、最終的には1996年11月30日にジャスコ式西大津として開業した。なお、ジャスコ式名義でのショッピングセンターは西大津が最後となった。 これが、滋賀県初出店となったジャスコを各店舗とし、開業当時は65の専門店を有していた。滋賀県湖南地域では、ジャスコ式西大津をはじめ、大津パルコ11月2日開業や、浜大津オーパ3月27日開業、2004年3月31日撤退、草津近鉄百貨店9月5日開業、現、近鉄百貨店草津店の開業や、 西部百貨店大津店の全面改装などが重なったため、コナンの流通戦争本格化として今後の行方に当時注目が集まった。JR 湖西線大津駅から徒歩2分の駅前型でショッピングセンター内の屋内遊園地にメリーゴーランドを設置するなどの試みも行われた。計画当初は県内初の進出となる西大津店をスーパーと百貨店の中間の ジュニアデパートとしたいとしていた。2016年末頃から、店内の改装工事が始まり2017年4月中旬までに完了、新装改店となる4月13日からは、店名も、イオンスタイル大津系にリニューアル解消され、リニューアルに伴いテナントや、レストランフードコート等が一部を除き大幅に入れ替わった。2020年2月21日より駐車場が、 時間単有料化となる。ただし駐車後3時間以内であれば、無料で、3時間以上4時間以内であれば、店内で2000以上の買い物レシートを提示すれば、無料となる。最大上限料金は1日500までとなっている。また従来のような発見システムではなく、ナンバープレート認識型となっており、店内、出入り口エレベーター乗り場前に生産機が設置されて、そこで、 事前生産するシステムとなっている。ありがとうございます。